赤岳山頂にて、日の入り時の半白明光線。赤岳山頂にて、蒸気画像の真反対の太陽光。半白明光線は、太陽が雲に隠れている時、雲の切れ間あるいは、端から光が漏れ、太陽と正反対の方向に光線の柱が放射状に収束して見える現象。太陽の周囲にできる白明光線とは逆。裏後光。 裏を光とも呼ぶ。空での位置関係を考えてみる。地平線のすぐ上にある太陽が光の起点となり、ここから対日点に向かって光は伸びる。太陽側では工房は広がりながら伸びるが、観測者の真上の空を境に対日点側では工房が収束しながら伸びる。この収束する工房が反白明光線である。 地上から見た太陽の角度が低くなる早朝や夕方、日の出や日没直前にしか見られない。日本では夏頃に雲や湿度などの条件が整いやすいとされる。太陽光線を遮るくらいの厚みがあり、かつ、切れ間のある雲の発生が必要である。さらに、雲を構成する水滴よりも小さく、目に見えない水滴が多数浮遊した状態が、 長い光の経路全体に分布していなければならない。このように条件が限られているため、反白明光線を見つけるのは難しいとされるが、熱帯の島、高い山、飛行中の航空機など、見晴らしの良い条件下では、比較的観測されやすい現象である。日の入りに撮影した反白明光線のパノラマ写真、東京都武蔵野市、ありがとうございます。